チャンネル名は？チャンネル名だったらちょっと石丸慎さんのチャンネル。石丸さん、はい、石丸さんにメッセージしてみる。太陽を立ってでも本気の政治やろうぜ。玉木雄一郎と私たった2人で太陽を立っての街頭演説です。東京大学卒業、ハーバード卒業、財務省出身の玉木雄一郎がマイク片手に目から汗流してたよ。自民党応援してる人いっぱいいると思う。その方々に言いたい。怒ってくれよ。国民なめるなよ。たった17人の国民民主党が真剣に訴えてるぞ。たまにはね、うーって番犬がいないと。俺国民民主党の番犬だから。微笑まくるからね。10月18日、国民民主党の榛葉幹事長が東京都で街頭演説を行いました。そんな中、東京3区の候補者である奥本由里候補の応援演説が終わった後、榛葉幹事長が当チャンネルのカメラに答えてくれるシーンがありました。石丸さんにメッセージ送っていい？と切り出す榛葉幹事長。果たしてどのようなシーンがあったのでしょうか。その前に榛葉幹事長の熱のこもった応援演説をまずはご覧ください。7月の記者会見で榛葉幹事長が言っていた。石丸慎二さんの訴えているまさに正論、しかも新しい正論だね。政策や演説見てると国民民主党に似てるね。という言葉通り、非常に石丸氏の志と近いと感じられる部分がありますので、ぜひ最後までご覧ください。武蔵小山の皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いたまりました国民民主党幹事長榛葉和也57歳。趣味は玉木雄一郎でございます。ありがとうございます。コーヒーコーナーの皆さん、すいませんね。美味しそうなケーキで、本当に綺麗なお姉さんたちが綺麗なケーキ売っていただいて、皆さんこの後コーヒーコーナーでケーキ買ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。奥本由里です。今ね、ここに来るときに奥本さんの掲示板発見したよ。ちょうどど真ん中だね、ポスター。いい場所見つけたね。先に貼ったの？くじ引きか。抽選です。抽選か。いい運持ってるね。しかも今演説聞いたら喋れるね。玉木よりうまいね。素晴らしいよこれ本当に。いや、昨日からね、初日は東北、次が九州、そして昨日中国で、今日東京行って、この後長崎まで行きます。でも全国各地でね、ものすごい期待を感じるよ。今までは玉木頑張れって声があった。でも今は国民民主党本当頑張ってる。応援するよ。組織の動員や知り合いじゃなくて、政策を見て SNS を見て、やっぱり国民民主党応援しよう、そういう人たちが本当増えてくれてます。今皆さんのこの動画切り抜き配信が本当に日本の政治変わるよ。国民民主党はたった4年前に15人で立ち上げた政党です。みんなで大きな政党へ移っていった。それはなぜか、大きな政党が当選しやすいから。自分がどこの党行ったら、どういうふうに振り回ったら国会議員で居続けることができるか、そういうことを考える政治ばっかだった。しかしね、玉木雄一郎と14人の仲間たちは、退路を断ってでも本気の政治やろうぜ、俺たちが落選覚悟で本気で訴えようぜ。4年前の9月15日、玉木雄一郎と私たった2人で街頭演説やったんだ。退路を断っての街頭演説、あのクールでクレバーな東京大学卒業、ハーバード卒業、財務省出身の玉木雄一郎がマイク片手に目から汗流してたよ。必死の訴えだと思うよ。その時に玉木が私に言った。何人来てくれるかな、志摩さん。最悪2人だっていいじゃねえかって言ったら、14人玉木入れて15人来てくれたんです。でその時ね、私たちは3つのことを約束したの。一つは対決より解決。今までの政治は野党がとにかく官僚や与党の政治家をやっつけることが目的、週刊誌片手にお前の母ちゃんデベソだろうってやってたんだから。で何人の首を取れるかなって、大臣のスキャンダルや官僚をいじめたって国民の腹は膨れません。我々は週刊誌片手に予算委員会で質問するようなことはやめようと。
週刊誌方で質問するんじゃなくて、間違ってくのは間違ってる、正しいことは正しい、しかし間違ってるのを反対するんだったら必ず対案を出そう、それを徹底的にやろう。二つ目がさっきも言ったけど、政治や選挙を国会議員の就職活動のために使うのやめようと。我々15人から頑張ってね、21位まで行ったんだよ。いいなと思ったら何人か抜けてったんだよ。抜けてった連中ね、今違う政党行ってるよ。国民民主党の比例で受かったのに違う政党の今公認候補でやってます。幸運を祈るよ君たち。そうやってね、比例で勝っといて、今度は国民民主党じゃ厳しそうだから違う政党でまた比例で勝とう、そういうことを政治家がやってるから、真面目に働いてる国民は興ざめするんでしょ。こいつら本気じゃないよ、自分が国会議員でバッチさえつけてれば何党でもいいんだな、結局自分のための政治じゃないか。もうそんなことみんな国民の皆さんもうお見通しです。だから選挙に行く気がしたくなるんですよ。3つ目の約束は、我々が公約に示した政策を徹底的に実現することにこだわろう。みんな選挙の時に政策誌やパンフレット作りますよ。選挙の時は立派なことを書くけど、選挙が終わったらどれだけの国会議員政治家がその政策実現にこだわりますか。我々国民民主党のパンフレット見てください。4年前からずっと同じこと言ってる。対決より解決、給料が上がる日本経済、ずっと変えないよ。まだ諦めないよ私たちは。なぜかというと、この国の政治は財務省やこの国の懐を豊かにすることではないからです。我々政治の目標は一人一人の武蔵小山に住む一軒一軒の家の財政を財布を豊かにすることが我々の目的なんだ。なんとこの国はね、4年連続で過去最高の税収を取ってるよ。そして今年は最も税金取りすぎて、去年の今頃と今と比べると1年後なんと 27% も税金多く取ってます。取りすぎた税金を納税者に返せって話だ。この国の税金は与党の政治家や財務省のものではありません。働いて税金を払った国の主権である国民のものであります。我々は結党当時、給料を上げる日本経済取り戻すと言った。しかし問題は格差が広がって、この富が真面目に現場で働く一人一人の家計に行き渡らなかったんだ。そこである政治家がね、発想逆転しようよ、 GDP の6割強7割弱は個人消費なんだから、一軒一軒の家計を潤せば、財布を潤せば必ず消費が回る、消費が回れば必ず元気になって、それが企業の利益にもなる、当たり前のようだけど、これを正々堂々言った政治家が私の大好きな玉木雄一郎なんだね。家計第一の経済政策だ、家計大事にするには給料上げよう、それで給料上がる日本経済取り戻すってやった。与党も他の野党も笑ったよ。国民民主党は労働組合だ、国の政党の一番の柱が、高等の政策のど真ん中が給料を上げますって、国民民主党労働組合かって笑われた。笑って結構です。だって30年間給料上がってないんだから。30年前にね、若い子知らないと思うけど、24時間働けますかっていう CM があったんだよ。働けるわけないよ、そんなの。働けるわけないけど、それくらい当時はみんな頑張ったんだよ。でこの30年間誰も怠けてないね、国民は。働いて真面目にやってもずっと30年間給料上がらなかったから、我々が給料上げようって言った。で実際給料上がったんですよ。だから今年はちょっと進化させて、手取りを増やすってことは、皆さんの手元に残るお金を増やしましょうって話。あるおじいちゃんおばあちゃんがね、田舎帰ったら、和也君、国民民主党言ってることいいんだけど、若い世代
やいや働かされた話ばっかりで俺たち年寄りのことも言ってくれよって言うけどごめんねおじいちゃん、実は今の現役世代の給料が上がると年金上がるシステムになってるんだ、あの玉木雄一郎って言ったね頭が良すぎるからマクロ経済スライドがどうのこうのって言うけど、マクロ経済スライドっていうのは現役世代の給料が上がるとおじいちゃんの給料も上がるよって言ったらなるほどって言ってたよ。そうなんですよ、だから現役世代をしっかりさせなきゃいけない、手取りが増えて消費に回るようにしたいけど手取りに残らない、給料上がっても手取りに残らないんだから出過ぎてるものを削ればいいね、さっき言ったように出過ぎてるもの、まずは税金払いすぎ、国の財布が 27% も増えてるのに皆さんの給料 27% 増えました、お父さんの年金 27% 増えてますか、増えてないんですよ、だったら税金下げればいいよ、この国の商店街のこの商店街が元気になるまで消費税 5% 下げればいいよ、取りすぎてんだから、国民がね何もわからないと思ってお役人さんたちはやたら難しいことやるよ、私の田舎はねこんなまばゆいばかりの大都会じゃないよ、また選挙終わったら家帰るけどうちの田舎はね電気っつったら信号しかないんだから、茶畑と田んぼとヤギしかいないよ、田舎はね車に乗らないと生きていけません、おじいちゃんおばあちゃんがちょっと物忘れ激しくなったって軽トラック乗らなかったら郵便局も薬局も病院もスーパーもどこも行けないんだから、田舎の皆さんは東京の皆さんが払ってないガソリン税のべらぼうに払わされてるんです、1リットルあたり 53.8 円だよ、1リットルあたり 53.8 円、しかも買ってもいないこのガソリン税にご丁寧に消費税をかけてくれます、ガソリンの原価に消費税ならいいよ、 53.8 円のガソリン税を乗っけた170円なんぼにまた消費税かけるんだから、ガソリン代が高いんじゃないよ、税金が高いんだよ、こんなのやってるの日本だけ、しかもこの 53.7 円のうち半分の25円10銭は暫定税率といって、今から50年前に田中角栄という政治家が当時50年前車を乗れる人は金持ちばっかりだから、この金持ちが乗ってる車のガソリンにちょっと税金25円上乗せしてまだ舗装されてない全国の道路直そう、2年だけ取らせてちょうだいって言って法律通った、2年だったら都合がいいからあと3年で5年って言った、5年で終わりねって言ったのが今年で50年だよ、まだ昔は道路特定財源で道路ためだけのために使ったけど今何にでも使っていて何使ってるか分かんねえんだから、これ田舎だけじゃないよ、皆さん俺車乗らないよガソリン買わないよって言うかもしれないけど、そこで売ってるあの納豆1パック卵1パックだって自分で歩いてこないからね、車で運んでくるんだよ、ガソリンを入れない都会の皆さんだって全部このバカ高いガソリン税が物価に反映してる、どっちを向いて政治やってるんだって話です、車乗る人分かるけど車検ってあるね、日本の車が壊れるわけないじゃない、東南アジア行ってみたいよ、ボロボロの車ってビュンボアしてるよ、なぜ壊れない日本の車を2年ごとに点検しなきゃいけない、あれは車の整備にやってんじゃないよ、車検のために自動車重量税っていう税金を取るようになってんだから、天才だね財務省の人は、だけど我々ごまかせらないさ、こういうゾンビの50年も続いてるような税制やめなきゃいけないし、もっと言ったら皆さん社会保険料払ってるよね、サラリーマンサラリーマンは企業が半分本人が半分バカ高い社会保険料払ってるんですよ、なんとこの皆さんが払った社会保険料はみんなして助けるための社会保険料現役世代のはずなのに、この半分以上が実は後期高齢者医療制度、医療制度に行ってます、おじいちゃんおばあちゃん大切だよ、だけどこの医療費は現役世代の医療制度なのに本来の目的じゃない方に行ってる、であるならばもっと現役世代も納得するような制度にしようよ、困ってるお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんの医療費を助けるのは当然だ、しかし現役世代以上に資産を持ってお金を持って裕福な75歳以上なんてゴロゴロいるよ、金融資産の
約半分は高齢者が持ってるんだから、恵まれた高齢者たちは悪いけど苦しい若者と同じ3割負担にしてもらえないか。これはね、耳が痛いよ。自民党絶対言わないよ。だって先輩方から票もらってんだから。じゃあ選挙のたびに耳障りのいいこと言うから、実際政治やるときに困るんですよ。我々この政策をマニフェスト紙に書いた。官僚から言われました、新馬さんこんなことやると票減るよって。俺たち票のために選挙やるんじゃなくて、耳の痛いことでも本当のことを分かってくれ。今の若い人たちは一生のうちにこの社会保険料で5000万円国払うんですよ。税金で5000万、1億円払ってるんです。皆さん気がつかないけど、人生の最後に計算するとみんな1億円税金払ってるんだ。そこで我々は、だったら若いお父さんお母さんが子供を産むのをためらう一番の理由が、子育てにお金がかかる、教育にお金がかかる、それで子供を諦めるんだったら教育国債発行して教育費無料でいいんです、給食費無料でいいんです、どんな家庭もみんな修学旅行行けるようにすればいいんです。国債ってまた借金かって違うって。その子供将来1億円払うんだよ。未来の投資じゃないか。2000万円教育費無料にしてただで大きくなったって、その子は成長して8000万円の税金払ってくれるんだよ。子供や若者を大事にすることは、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんを支えることなんだ。今それができないから人口がどんどん減って、かつてジャパンアズナンバーワンと言われた日本が世界第50番目くらいうろうろしてる。私たちはもう一回強い日本を作りたいと思います。私はね、この武蔵小山で自民党を応援してる人いっぱいいると思う。その方々に言いたい、怒ってくれよ。今まで自民党を応援してきたなら国民舐めるなよ。お前らしっかりやれよ、与党だろ。たった17人の国民民主党が真剣に訴えてるぞ。玉木も俺もね、この選挙でどんなに勝ったって政権交代なんかできないんだよ。全国で42人しか出せないんだから、それしか我々には財力もないんだから。しかし自民党は何百人もいる。私はね、みんなから言われる国民民主党ってクソ真面目だって、さっきの 1.73 倍だって約2倍って言えばいいのに 1.73 倍に上がりました。シーリングもね、おおむね180万って言えばいいのに178万ですって言った。俺玉木に言ったら、お前頭良すぎるから 1.73 倍じゃなくて 1.8 倍で180万でいいじゃないって言ったら、新馬さん違うって、みんな庶民は1円5円の税金で一生懸命生きてる。スーパーだって夕方4時を超えれば1割引きになる、60を超えればお惣菜が3割引きになる。そうやってみんな必死に真面目に生きてるから、我々も真面目な政策訴えよう。ますます玉木好きになっちゃったね俺。我々はね、この選挙世の中を変えたと思うの。政権交代じゃないよ、政権交代なんか目標じゃないよ、手段だよ。私たちは政治を変えたい。クソ真面目な国民民主党が何かわからないけど、みんなに応援されてネット上で炎上してポチ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 やって、俺本当に奇跡取ったぞ、世の中変わったぞ、奥本が奇跡取ったぞ、なれるよこれ。だからね、選挙区で彼女の奥本ゆりさんの名前を書くのは大事です。それと同様に2枚目があるんだよ。玉木2枚目、俺3枚目だけど、2枚目の投票用紙に略称なく国民民主党と書いてください。これで世の中変わるから。私ねこれから長崎行ってまた吠えてくるよ。国民民主党ってね、お利口さんばっかだから、たまにはね、うーって番犬がいないと。俺国民民主党の番犬だから、もう吠えまくるからね。どうか皆さん、真面目な国民民主党、若干1名例外がありますけども、一生懸命頑張ってまいります。地元の奥本ゆりさんに皆さんのご支援たまりますように心からお願い申し上げまして、国民民主党幹事長、趣味は玉木雄一郎と奥本ゆりでございます。どうもよろしくお願いします。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。新馬幹事長は、玉木と俺二人だけだっていいじゃないかと最初は捨て身で
新党を結党したとのことでした。このエピソードからも玉木氏がライブ配信で、まあ国民民主党を作ってから今日はね、簡単な道のりじゃなかったんですよと涙を浮かべながら話していた姿に納得がいきます。さてこの後、新葉幹事長が当チャンネルのカメラの前に来てくれました。早速その様子を見ていきましょう。すごいよな。何の配信ですか？これ YouTube です。 YouTube です。YouTube です。はい、チャンネル名は？チャンネル名だったらちょっと石丸慎さんのチャンネル。石丸さん、はい、石丸さんにメッセージしていい？とりあえず謝っておけばいいじゃないですか。石丸さん全部見てね、愛はないから。褒めてくれてますもん。めっちゃ褒めてますね。なんで謝るの？あなた謝るの？玉木謝れよ。社を代表して。いかがだったでしょうか。この映像については賛否両論があるかもしれませんが、新葉幹事長本人以上に石丸氏への発言を気にかけていた奥本候補。そんな奥本候補の急な振りにもかかわらずとっさに対応してくれた新葉幹事長。このやりとりは公式なものではありませんが、真摯な気持ちを伝えてくれたものと思います。新葉幹事長、ありがとうございました。国民民主党のますますの躍進、そして選挙後は、石丸氏と新葉幹事長の共演に、国民として大いに期待したいところです。皆さんはどう思いましたか？よければコメント欄で意見をお聞かせください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。I want you, baby, pop.